シャムは太陽国原産で単毛種の猫である。古来よりタイには三種の猫、シー、サワット、スパラック、そしてシャムが存在していた。中でもシャムは王室や貴族、寺院など、高貴な血筋の家系で飲み買うことが許されるなど、非常に尊い扱いを受けてきた。それが1884年にイギリス総領事であったゴードンに寄贈されたことにより、 イギリス本国へ渡り、ロンドンのクリスタルパレスで行われた、キャットショーにてその特徴的な毛色が注目を集め、世界に広がることとなった。V 字型の顔、長く細い美しい音、獅子、ピンと張った肉の薄い耳、そして毛色はともかく、シャムと呼ぶためには、サファイアブルーの瞳が必須条件になる。口は小さく、爪は危険なほど鋭い。前足をよく使い、 高いところを好む。多くのペット猫種の例に漏れず、第二次世界大戦を挟んだことで、種の危機に瀕したことがあり、そのために、クラシックやモダンといった際ができている。丸顔の傾向を有したトラットスタイルと、現在の小キャットの基準に適した細身なモダンスタイルが存在する。その中間的な形態を、クラシックスタイルと称する場合もある。一般的に、 シャムネコを言う場合は、後者の長い死体を持つ、モダンスタイルを指す場合が多い。クラシックなシャムネコはハスキーな声で鳴くものも多いが、品種改良により、必要以上には鳴かない猫に変遷してきている。また、シャムネコは、非常に高い繁殖力を持ち、日本国内では、シャムネコとの交配で、ポイントの経路を発現する、遺伝子を有している、雑種猫が多く、 雑種猫魔の後輩によって、シャムの毛色をした猫が出現することがある。この場合、ポイントとアイカラー以外の特徴は、両親からの遺伝による部分が大きく、一般的に言われている、シャム猫の特性を備えない場合も多い。シャム猫の特徴的な毛並みである、ポイントカラーは、ブルー、シール、ライラックチョコレート、レッド、トーチ、リンクスに分けられる。どれも茶色の薄さの度合いである。この ポイントの色の濃さには体温が影響しており、生まれたばかりは白い紐に覆われているが、耳や尻尾の先などの体温の低い部分からポイント色の発生が見られ、やがて耳、顔、足と尻尾の先に特徴的なポイントを生じる。そのため、老病では全体的に毛色が濃くなる傾向がある。血統的に近いロシアンブルーと同様に幼少期に ポイントの中に薄いダビーが見受けられることがある。シャムの必須条件であるサファイアブルーの瞳サファイアブルーの瞳は角度によって赤く色を変える体で伝わる話として、シャム猫の声と目の色について次のような話が紹介されている。シャム猫の夫婦をある僧侶が飼っていた。ところがしばらくその僧侶が旅に出るので、シャム猫夫婦に仏様の像を守るように言いつけた。 そこで、二匹は、朝も夜も、フッツ様の前から離れず、を仏様に巻きつけ、夜も目を凝らして、闇を見つめ、フッツ様を守った。その僧侶が帰ってきた時には、目は赤く、尾はくるりと回り、声もしわがれ、顔も黒くなっていたという。同国原産のコラットは、19世紀に英国の地へと紹介された際に、純青色のシャムとの形容を受けた。 タイネコと呼ばれるタイのネコたちの原種がいる。純血種の代表格として扱われるように特徴ある、性格を有し、賢く、感受性が高く、時として激しい自己顕示欲を見せる場合がある。繁殖期のオスの鳴き声はうるさく、人間との相性も軽視できないため、繁殖などを考えた飼育の際には注意が必要。活発で自分から人に関わろうとし、 落ち着きのないように感じる場面もあるが、人が遊んであげるととても喜ぶ。高い場所を好み、木登りなどは非常に得意。人を選び、心を許した相手にこそ忠誠心を見せる姿は、まさに女王と称するにふさわしい気高さを漂わせているとも言える。ありがとうございます。